焚き、素人の編み物動画としてお楽しみいただけたらと思います。ではラスト10センチ編んでいきます。こっからラスト10センチだよっていう意味でマーカーとかつけてあげとくと自分が楽です。もうめっちゃ減らして10センチ細い尻尾をつけていきます。あとこの赤はここまで来るともう入れません、うん、細かくなりすぎるから赤入れる余裕なんてないです。頑張りましょう。まずはこの赤の2つを減らしていって5にします。ここ5目にします。7目あるんでまずは黒で引き抜くじゃないですか。引き抜いて立ち上がってで1目と2目に抜いて一気に抜きます。で次ね、次3目普通に編みます。でここ2目は抜いたはいいけどここ白で抜かないとダメだね。次白だもんね。だから付け直せばいいだけです、で白は普通に編んでみてください。編んでみてくださいじゃない、編みます。はい、普通に白編んだらとりあえず黒はそのままあと2段編みます。黒編みました、編みましたって聞いちゃった。編みました編んでもうここまで来ると結構指で綿入れるの難しいのでこうやってね、入れるとめっちゃ楽になります。だからもうこれはね必須ですね。で次赤なんですけど、赤でここの3と4減らして、でお腹もついに減らします。ここ真ん中減らします。この真ん中ね、で3目になりましたね。ちっちゃくなってきました。このまま赤2つと黒3つ編みます。したらこれでね、だいたい 3.5 センチぐらいだから、とりあえず赤2つ、黒2つをそのまま編んでいきます。時折、綿をね、詰めながらね。
ず赤2つ黒3つ、あと赤2段黒3段編みます。はい、しっぽ、赤2段黒3段編んで、で6センチぐらい、だからあと4センチですね。4センチ、ちょっとね綿詰めすぎるとねこうやって穴が開くので気をつけたいですね、ここ。でこっから7号さんチェンジ、どっちがいいかな、まあ6かな。1段ひとまず編みます。そのままね、細くするとただそれだけでこう編み目が細かくなるから減らさなくてもちっちゃくなるっていう利点が、でも1つ1号減らしただけだからそこまで分からんかもしれない。とりあえず1目ね編みましょう。1段編みました。1目編みましょうとか言ったけど1段ですね、1目だと1つだけになっちゃうからね1段ひとまず編んでみました。ほら本当にね若干なんだけど若干細くなるんですよね。いい感じ。今からあと赤2段編んで黒で終わりたいので、とりあえずちょっと赤もう2段6号で編んでみます。赤編んだら8センチになってあと2センチなので、あと2センチはもう黒だけにします。いよいよね終わりが近づいて嬉しいですね。最後はですね、この4つ全部減らします。2目にします。ここはだから最初の2つをこうやって引き抜いて、で次の2目も引き抜きます。時に赤とか巻き込んで編んだら楽かもな。で後ろの白色この後ろはですね今3目あるんですけど、上の方がね2目になったのにここ3目っていうのちょっとバランスはあれなんで、ここは思い切って3目この3目全部を引き抜きたいんですけど、ちょっと入んないですね。黒で引き抜く。あ、これも落としてたね。もうこっからねもう綿詰められないのででもここまで綿あって、ここはもう細い一方だから綿は尻尾の先までは必要ないと私は思っています。いや私は必要があるっていう人は入れたらいいと思う。好きにしよう。でここまで来るとですね、引き抜いてとか立ち上がりをしてとかちょっともう無理なので、
何でもいいから入れて編むみたいな。こっから割と白はもうここで終わりにします。で、黒はこう立ち上がりとか関係なくもう目に入れて、黒だけで、あとはねちょっと一周ぐるっと、あ、でも同じ目にとかはなくて、どう説明したらいいのか分からんね。あ、これはですね、思ったけどここでこの赤と絡まっちゃってるけど、赤と白は切りのいいところで切っちゃいます。切っちゃった。黒は切らない、まだ黒はね、まだね、切りませんよ。赤と白は一回ここで結ぼう、ね、結んで2回ぐらい結ぶか。結んだらピンセットで中に突っ込んじゃいましょう。ズルだよねただの処理したくないからさ、処理したくない、なるべく処理するシーンを出したいという熱い思いをね実行してますね今。いかんと思うんだけど、本当ちゃんと処理した方がいいと思うんだろうけど思うんですけど、でもしたくないから入れちゃった。ほら、全然見えないしいいじゃないですか。でここは一周してる途中だったのでまた再開して、適当に、ほらね、見た目がね良ければ何でもいいと思う。ここはもう編み図とかじゃなくて、ただひたすら細編み編めるところに無理やり編んでいこうみたいな感じですけど、まあこれで多分ね10センチいったのではないでしょうか。ほらちょうど10センチですよ。本当かな。まあ大体10センチっていうことでいいでしょう。で、ここはね、は切って、ここはねちょっと中に入れるわけにはいかないので、ここでやっと登場するフジバリさんに活躍してもらいましょうね。ここでもなんかちょっと穴が開いちゃいそうかなみたいなところを見つけたら
こういうふうに埋めてあげると良い。うん、ごまかせればね、それでいいんですよ。いいのいいの。もちろんね、こういうのを計算してきれいにできるのが一番ですけど、できないんで、うん、できないんだったらもうやらなくていいじゃないですかね。仕方ないし、見た目パッと見良ければいい派ですね、私は。でも適当にジグザグっていうか、こう穴を塞ぎつつ、こういうとこもね、白見えてますよって、白見えてますけど、これどうやって塞げばいいの？こういう時はここの周りを、周りに被せるように打っちゃえばいいんだよ。うん、そしたら見えなくなるでしょ。黒って特に目立たないからいいと思う。こうするといい感じに三角だしね、ちょっといびつですけど。で、最後はですね、ここ綿じゃないからちょっと無理かな、できるかな。あ、綿近かった。綿近い、ちょっと綿をね、うまく出さないようにしながらとか言いながら、めっちゃ出てきたな。めっちゃ綿出てくるやん、どうしたん。まあいいや、綿ちょっと出ようが、まあいいでしょう。開けて出したらちょっと引っ張ってここで切っちゃう。切ってこうやって綿に埋めちゃう。この出てきた綿はね、なんとかここもごまかしましょう。はい、完成ですよ。あ、嘘、完成じゃないよ、目を入れよう。うん、目をね、入れるの忘れてたね。目はこれあると便利。普通にね、入れるとこういう風にしっかり入らないことがあるんですよ。しっかり入らないと浮いちゃうからさ、どうしたどうしたって上から見た時になっちゃうから、そういう時はこれでやって、空いたところに入れる。でも当然これだけだとね、これだけだとまあ当たり前だけど取れちゃうので、ボンドを使います。で、これ完成。イエーイ。はい、お疲れ様でした。赤バター、長かったですね。4つの動画、ここまでたどり着いた人はね、そうそういないんじゃないかなと思います。今のところ、うん、今のところゼロなんじゃないかなと思いますね。アスカ撮ってるからゼロか、そりゃそうだな。まあとりあえず反省点としては、私の反省点になるんですけど、反省点は声が小さかったこと、
動画が長くなりすぎたこと、説明が下手なことですね。もうちょっとサクサク動画編集とか説明ができるようになるといいなと思っています。これからも奄美の生き物をどんどん編んでいきたいと思っているので、サクサク編めないと聞いてる方っていうか見てる方も辛いし、やってる方もこれでいいのかなっていう不安がつきまとっちゃうので頑張ろうと思います。でもこの赤股自体はですね、ツイッターで上げた時に割とこう可愛いって言ってもらえたので、そこら辺はいいかな。この私のね、こうこだわりっていうか、首は黒が多め、どんどん細くなっていくっていうところもこう見た感じで、こう見てみると、動画で見るとなおさらなんですけど、あ、これは、こうしてよかったなって思った点です。まあでも柄はちょっともうちょっとこうしたいっていうのがあるので、次の動画でまた別の赤股、また柄が違う赤股を編んでいきたいなと思っています。いや、長かったですね。もうちょっとねサクサクね、本当は10分とかで動画作りたかったんですけど無理だったので、ここはちょっとどんどん技術が向上していけばな、と思っております。頑張ります。皆さん、皆さんっていうか見てくれた方ありがとうございました。本当にまたお会いしましょう。さよなら。